やろう。兄者たちがいない隙にこの火器をかっぱらうつもりかよ。二つムカつくぜ。一つはおめえを迎え入れた兄者を裏切ったこと、そしてもう一つはこの縁妃と張飛一人が相手なら勝てると思いやがったことだぜ。よって鈍るとは雑魚以下だな。なんだとてめえ。長飛様、今は引きましょう。ふざけんな、俺はまだ戦える。えっ、やろう。ヤフー、覚えとけよ。これでこの火器は俺のものだ。